炎上ってパフォーマンス措置はすごい最高なんだけど、難易度が同時にものすごく高いマーケティングになるから、まあ、モロハの剣だけど最強の剣でもあると、まあ、いうことは言えるの。時は令和ビジネス戦国時代、ビジネスの常識をバッサバッサ叩き、マーケティング侍の非常識なビジネス学。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルではですね、実践的で使えるマーケティングを皆さんにシェアしていきたいと思います。はい、リュウです。今日もよろしくお願いします。はい、今日なんですけれども、ちょっと気になったことがありまして、知り合いから聞いて、へえと思ったらゲームソフトがありまして、はい、パルワールドって有名やね。はい、うん、最近聞いてめちゃめちゃ人気って、めちゃめちゃ売れたっていう話を聞いたんですよ。はいはいはい、あれって何なんですかね。あ、何で売れたかと。そうです。なんで売れたのかなとか、どういうゲームかとか、なんかそういう。ああ、なるほどね、はい。そもそも多分この動画を見てる人ってパルワールドって何っていう人もいると思うんで、そこから説明すると、2024年の1月19日に発売されたゲーム、まあ今年ね発売されたゲームで SNS でかなり話題になってる。何がすごいかっていうと、8時間に100万本がまず販売されたと。24時間に200万本、そして3日に400万本、2週間に1900万人に売れるというすごいゲームなんです。そんなに売れたんですね。いや、めちゃすごいね。でここからがさらにすごいのが、これがインディーゲームって言って、いわゆるインディーゲームっていうのは、例えばスクエアエニックスって有名じゃん、はい、そうです、ゲームの会社ですもんね。そうそうそう、はい、だからそういう大きなゲーム会社が作ったんじゃなくて、うん、あくまで独立系の小さな会社が大爆発ヒットさせましたよっていうのが結構すごい。小さな会社がそんなヒットさせられたんですね。まあこの小さなっていうのもね、まあ人によって定義違うんだけど、うん、まあ最近のスイカゲームね、はあはあ、まあスイッチでね、この人たちがみんなやっていますみたいな、はいはい、まあ、最近こういう、まあ、今まで聞いたこともないような会社がめちゃくちゃ爆発的なヒットコンテンツを生み出しているっていうところが今回のすごい面白い点。このパルワールドってチームっていうところで一気にプレイヤーが増えたんだけど、過去のね最高記録を次々と塗り替えてて、もう歴代2位なの。で、売り上げで見ると、スチーム版が3400円で、 XBOX 版3500円で、まあ大体この2つでね今展開してますよと。で、2月2日の時点で665億円というかなり、まあ、大きな売り上げを、はい、占めていますよ。チームってまあ聞き慣れないと思うんだけど、ゲームがね、皆さんできるような、まあ、サイトと思ってください。歴代1位がバトルロイヤルシューターゲームと付け合うことになった PUBG って聞いたことある？初めて聞きました。まあ PUBG とか言われるんだけど、多分画面にこの辺出てると思いますけど、うん、まあこれはね、まあ、シューター系の人たちからするともう神ゲーだって言われてめちゃくちゃ流行ったの。まあ要はもう歴代1位だ。もうその次にもうすごいと。何度も言うようにインディーゲームの会社が仕掛けたっていうのがすごいな。ゲームの内容としては不思議な生物のパルっていうのを集めて戦闘したりとか建築したりとか農業を行わせたりとか、まあ、工場で労働させたりとか、オープンワールドサバイバルクラフトゲームっていうやつ、写真が多分この辺に出ると思いますけど、えそれめちゃめちゃポケモンじゃないですか。いや、そうなんだよね。だから実際これポケモンのパクリじゃねえっていうことで、パルスヒアっていうモンスターボールみたいなのもあって、モンスターを実際仲間にできます。いや、これポケモンじゃんみたいな感じで、めちゃくちゃ炎上したゲームでもあるんだ。まあ、なぜ当たったのかって話をする前に、今回の話は、いや、ゲームだからうち関係ないんじゃねじゃなくて、パルワールドが戦略として使ったマーケティングを、皆さん経営者が実際にできる戦略で落とし込んで事例も含めてね、紹介していくので、かなり、使えるマーケティングだというふうに思ってます。そもそもこのインディーゲーム、さっきからインディーゲーム、インディーゲームって言ってるけど、開発した企業ってどこなんですかっていうと、はい、2015年4月に株式会社ポケットペア、スタートアップの企業なんですよ。で、代表が仮想通貨の取引所のコインチェックを創業した人が独立して作った会社。ほう、コインチェックわかるでしょ。コインチェックは一応わかりますけれども、まあ、そこから4年経って2019年にカードアクションゲームのオーバーダンジョンっていうものをリリースしました。で、2020年にオープンワールドのサバイバルクラフトゲームクラプトピアっていうのをリリースして、2022年に3作目となる AI アートインポスターっていうのをリリースしたっていう形なんです。で、今回のパルワールドに至るという話なんですけども、今までに3作ぐらい作品を作って稼いだお金を全てつぎ込んだのが、まあ、パルワールドっていう話になるんだけど、その制作費用が約10億円って言われてる。うん、10億円。今言ったらピンとこないと思うんだけども、基本的にゲームっていうもので考えるんだったらば、じゃあ例えば、まあ、日本でも大掛かりなプロモーションをやってで、ね、ヒットしてるゲームで言うと、原神っていうのがあるね。3年4ヶ月かけて、約ここにかかった開発費用が100億円。ソニー傘下のゲーム開発企業で、インソムニアックゲームズっていうのがあります、ここが作ったスパイダーマン2の開発費用は430億円かかって、めちゃめちゃかかってる。それに比べると10億ってもう言ってしまうとほぼ制作費かけてねえじゃんみたいな、比較すると分かるよね。それだけ低予算でかけたのにもかかわらず当たった戦略っていうのが大きく分けて3つあるの。
い、その1、TTP ですね。はいはい、TTP は聞いたことあるでしょ。そうですね、徹底的にパクってみる。あ、素晴らしい、うん。素晴らしいですね。はい、TTP の略が徹底的にパクると。で、TTP× イノベーション、地と地の組み合わせって言われるんですけど、うん、これがめちゃくちゃハマったってやつ。まず TTP からいきましょう。パルワールドの話に戻してみると、はい、運営している株式会社ポケットペアが作ったゲームって、ほとんどがこの TTP によって作られてる。わかりやすく言うと、2019年のカードアクションゲームのオーバーダンジョンっていうものは、スレイザースパイアとクラッシュロワイヤルっていうカードゲームを融合させるという着想をもとにそもそも開発されてるし、2020年に大ヒットしたクラフトピアっていうのは、ゼルダの伝説、そしてマインクラフト、そしてアークっていうね、まあサバイバルのゲームがあるんだけど、恐竜とかを味方にしたりとかするっていうゲームがあるけど、それらを全部融合して作りましたと。さらに今回のパルワールドはもっとすごくて、ポケモン、ゼルダの伝説、アーク、コールドオブデューティ、マインクラフト、もう全部くっつけましたみたいな。だからネット上では、いやもうこれって、ゼルダの伝説でもあるし、ポケモンでもあるし、もうこれポケダの伝説じゃねえみたいな。ここまで聞くと、いや、もう、パルワールドってポケモンの影響じゃねえみたいな。てかポケモンやんみたいな感じで、ポケモンに似てるから売れたんだろうって言うんだけど、それは時期尚早なんですね。ここからちょっとマーケティングの話を深掘りしていくんですけど、はい、TTP ね、徹底的にパクるだけども、これをどう企業に落とし込んでいくのか、どうマーケティングに落とし込んでいくのかっていうところが重要なの。で、まずすごいマインドセットとして、パクることって悪いことなの、そうじゃないのっていう、まずこのマインドセットから皆さん行きましょう。はいはい。え、でもやっぱりパクるって悪いことじゃないですか。マインドセットから言うけど、うん、そもそも有名なイノベーションの経営者はみんなパクることを推奨してるんだ。え、例えばスティーブ・ジョブズね、わかるでしょ。 iPhone とかも、そう、iPhone ね、アップルの共同創業者ね。はいはい、でスティーブ・ジョブズにおいてはパクることの重要性をそもそも認識していて、競合他社のアイディアを取り入れつつも、うん、それを独自の視点で進化させれば大ヒットするんじゃないって言ったの。うん。でマーク・ザッカーバーグ、これフェイクスブックのね、はい、創業者兼 CEO は、まあ、ソーシャルメディア界のリーダーシップを築いたんだけども、彼も同じように競合他社や新興企業、まあ、これから伸びてくるような企業からアイディアを積極的に取り入れて、うん、フェイスブックのプラットフォームを作ったって言ってる、ね。で日本にも、まあ、シュワリっていう言葉があると思うんだけども、まあ、シュワリっていうのは、はい、まあ、シュハリって書いて、はい、まあ、修行するときによく使われるんだね、うん。まずは師匠から教わった方を徹底的に守りましょう、うん、そこから修行が始まりますと。その後に自分に合ったより良い型を模索して試すことで既存の型を破ることができると。で最後に型から離れてオリジナリティが生まれていくっていう発想、まあ、シャハリって考え方ね。なるほど。 TTP っていう言葉自体がどうして広がったのかっていう話からすると、まあ、これ諸説あるんだけども、 TTP っていうのはラグジュリー商品を扱うトリップインターナショナルジャパン株式会社の元社長でもある吉越幸一郎さんが元に広がったって言われてるの。うん。トリップって聞いたことある？初めて聞きました。まあ本人がトリンプすごい詳しいですけど、ちょっとね、うん、どう、うん、って感じだけども、ほうほう、まあ下着メーカーね、女性の下着メーカーのシェアナンバーワンはワコール。あ、はいはいはい。なぜそっち知ってんの？びっくりしたわ。万年2位の座にいたのがトリンプだと。はい。でコールが新商品を発売するたびに数ヶ月後にトリンプから名前を変えただけのそっくりな新商品が発売されるようになったと。うん。もう完全に TTP してますみたいな。他にもトリンプインターナショナルには当時頑張るタイムって制度があって、これ結構有名な制度。まあある程度決まった時間、まあ3時間とかに死後は禁止、電話も取ることも会議で席を離れることも禁止で、はい、業務に集中しなければいけないっていう、まあそういう制度が結構有名な制度、これ。ほうほう。メディアでもかなり出たんだけど、もともとはこれ資生堂さんの制度だったっていう話がある。それもパクった制度すらも全部パクりましょうみたいな。ほうほう。まあ、とにかくアイディアっていうのは世の中にたくさんあるけど、うん、それらを全部吸収して実践するっていうマインドセットがすごく重要なの。なるほど。ちょっといいですか。うん。パクることの重要性っていうのはちょっと、まあ、なんとなく分かったんですけれども、うん、商品そのままをパクるっていうことでいいんですか。ここですごい重要な実践的な方法が2つあるのよ。今までマインドセットね、まず TTP しましょうって話をしたんだけども、これを実際に落とし込んで、全くそっくりそのままそのものをやってしまうと、いやいや、うちの商品を本当にパクっただけじゃんって言って、訴えられる可能性もあると。そうですよね。だけど、重要なこととして2点。まず1個目。はい。これは何かというと、パクるのをそのままパクるではなくて、あくまでパクるのは要因であると。まあ、でも今要因って何って話だよ。そうですね。要因っていうのは、はい、その商品が当たった理由であったりとか原因だったりするんだよね。大谷翔平だからホームランが打てるよねって言って、うんうん、大谷翔平になるんだ、ホームラン打つんだ、これはもう×。おお、それは違うという。それは違う。はい。
そうじゃなくて、大切なのはこの原因を探すこと。なぜ大谷翔平は大谷翔平なのかということを考えなければいけない。つまりここでやらなきゃいけないのは、彼がやってることを全部分解するのよ。彼が大谷翔平になれた理由を分解していくわけ。じゃあ分かりやすく言えば、じゃあ彼がやってるトレーニング方法がありますよねと、はい、彼がやってる目標設定がある、まあ、例えば大谷翔平さんなんかはマンダラノートっていうものを書いていて目標設定をやっていましたとか、で例えば他にもマインドセットなどなど、実際に大谷翔平が大谷翔平になるべく理由っていうのを分解して一個一個やってるの。これが要因なので、理由とか原因とも言うと、その中の一つだけでも真似をしていくところから始めていく、まあ、トレーニング方法を真似するとか、これがまず原則になるわけ。ビジネスの実例っていうことで考えてると、はい、じゃあスターバックスコーヒーって毎年何かしら春になったら桜を使ったコーヒーのコンテンツが出るんだよ。あ、確かにちょっと見たことあります、まあ、なんか出るじゃん、はいはいはい、春の今年はね、確か花見団子フラペチーノみたいなのが多分出ると思う、商標までバッチリ取ってたような気がするけども、まあ、花見団子フラペチーノであったりとか、スターバックスのこの春になったら桜を使ったコーヒー出ますよと、まあ毎回当たるのよってなってきた時に、なんでそれが当たるんですかっていうのを要因分析ちょっとしてみたいと思うね、ちょっと皆さんも考えてみてください。答え合わせをしていきましょう、まあ、どういった要因があったのかというと、まず、まあ、いくつか考えると単純にインスタ映えすると、スターバックスの商品ってインスタ映えするようにあえて盛り付け方を変えたりとか、これ可愛いって言われるようなそういったインスタ映えするものがすごく多い。で、二つ目が季節感を感じさせるものを必ず入れてるよねと。まあ、特に桜っていうのは日本人大好きだから、まあ桜って季節感感じるし、みんな好きじゃん。はい、ですね。で、コーヒーという要素。まあコーヒーはもう本当に日本中どこ行っても当たるコンテンツの一つなんで、まあコーヒーという要素が入ってる。でクリームたっぷりという要素が入ってる、そして何よりも期間限定コンテンツであるっていうこの辺が要因を分解できる、はいはい、これ以外にもあると思いますよ、当然ね、この要因っていうものを全部混ぜて別のコンテンツにしていきましょうと。この要因をパクったらどんなコンテンツができるか、例として言うとこんなコンテンツできます。桜コーヒープリン、クリームたっぷりで桜チップ入りの期間限定のコーヒープリン、まあ今言ったコーヒーとかクリームたっぷりとか期間限定コンテンツとか季節感を感じさせると、しかもインスタ映えもしそうでしょ、全部入ってるじゃんみたいな、はい、でもスタバのコーヒーじゃないと、あくまでうちは桜コーヒープリンなんだ、全く別の商品サービスなのにもかかわらず要因、当たる要因が全部含まれていますと、はいはいはい、これが要因をパクるという方法なんだ。そして続いて二つ目、徹底的にパクるんだけども、はい、徹底的にパクるの上にプラスアルファ M をつけるっていう、この M ってのは磨くですね。磨く、まあ、TTPM とも言われます。 TTPM、はい、磨く、これはやっぱりすごい反応が上がりやすいので、まあ、かつやりやすい手法なんで、ぜひちょっと皆さんもやっていただきたいんですけども、実例を挙げた方がいいと思うのでちょっと例出しましょうか。パナソニックが昔あってた事例で、パナソニックって1960年頃やっぱ競合他社になかなか勝てないっていう時期があったんだ、その時にキャッチアップ戦略ってやってたのね、はい、キャッチアップ戦略ってのは一体何かっていうと、特定の分野とか製品において遅れを取ってる企業が先を行ってる企業の手法、もううまくいってる企業の手法を真似して追いつこうとする方法なの。この時にパナソニックがやってたのは、はい、どこかのメーカーとか新製品が出るたんびに全部研究して、はい、それを小型化したり低コスト化したりとか、さらには機能を1個か2個付け加えて、はい、競合精神よりも上のものを作るっていうことをやってた。当時だと、はい、なんかもうパナソニックってのは真似した電気ってあったんで、真似しかせんやんこの会社はみたいな、はいはい、ただここで覚えてほしいのは、ただ真似するだけではなくて、ライバル店の商品やサービスの問題点を見つけてもっと上を作るとか、その相手の問題点をうちはそこ改善したんですよっていう新しい商品、さらにプラスアラの商品、もっと上の商品を作るっていうことが、まあ、すごかったと。はあ、なるほど。今の YouTube とか SNS って最近この傾向で伸びてるの非常に多い、ちなみに言うと、だからもともと当たってるものがあるんだけども、その当たってるものにさらにプラスアルファを付け加えるとか、その当たってる動画では語られてなかった内容を言うみたいな。一応このね、チャンネルの作りもそうなってるのね。マーケティングとかビジネスのノウハウを話してるチャンネルあるけども、そこができてないだろうって思ってるところを深掘りして、はい、でより簡単に分かりやすく解説する、まあ、実践的にやってるチャンネルってなかったから、じゃあそれやってみようっていう感じで、じゃあプラスアルファの要素を付け加えて作ってるのがこのチャンネル。なるほど。ここまでの話をまとめさせていただくと、はい、まあ TTP と真似をしたんだけど、ただ真似をしただけじゃなくて、要因をうまく拾い上げたっていう戦略もそうだし、プラスアルファの要素をつけたっていうことをね、まあ皆さんですね、自分たちの商品サービスでも使っていただきたいなというふうに思います。
続いてパルワールドのマーケティング戦略その2、まあ、これはインフルエンサー型×シミラークル型の情報発信をやったってことですね。ほうほう、もう横文字ばっかり張ってない、なんかもう右から左に流れていっちゃいましたよ。あ、なるほど、はい、うん、ただもうこのチャンネル何回かやったけどねシミラークル型発信って話をしてるんですが、初めて聞く方もいらっしゃると思うので改めてちょっとね伝えたいと思いますが、簡単に言えばですね、この令和の今最も影響力が強いと言われている拡散の方法がシミラークルっていう手法なんですね、うん、まあ、簡単に言えばですね、いつの間にか多くの人が共感を抱いて、うん、どんどんそれを真似していきますみたいな、まあ、真似から始まっていると、これ面白い、これ面白い、うん、私もやりたい、私もやりたいとかね、うんうん、一昔前にもうすごいバズったのがおむつアートだね。おむつアート、おむつを使ったそのアートがめちゃくちゃ流行ったのよ、うん、でみんながそのおむつを使ったアートをインスタグラムに投稿しまくって、それをみんなが真似しまくるみたいなことが起きたのよ。広告業界とかでは、まあ、最近ね、ググルっていう言葉あんま使わないのよ。タグルって言葉がよくあるのよ。タグル、タグルっていうのは SNS においてハッシュタグを利用した情報収集とか検索行動、ググるんじゃなくてタグで検索しようみたいなね。なるほど。で現代の情報拡散のあり方っていうのはまあ3パターンに分かれるので、これも一応知っといた方がいいんだけど、うん、どうやって情報が拡散されていくのかと、はいはい、まあ、分かりやすいのが1つ目マス型ってやつ、まあ、テレビを中心に広がります。あ、まあ、テレビとかメディアとか雑誌とかね、そういうのを見て広がっていきますよと、うん、で2つ目がインフルエンサー型と、まあ、影響力の持つ人を中心に広がっていきますよと、はいはい、で今言ったシミラークル型っていうのは気づいたら広がってる、みんなが真似をして、うん、僕もやりたい、私もやりたいって広がってると、うん、この3パターンで、まあ、大体広がってきますよと、うん、で今回このパルワールドっていうのはこの3つのうちのシミラークル型、気づいたらみんな真似してやりたいやりたいっていう戦略と、インフルエンサー型、もう影響力のある人が発信して広がるって、この2つを掛け算して広げてるの。具体的に何やったんですかって話になるじゃん。ここでズバリ回答を言いますね。これもうすごいね、皆さんにも使える戦略なんで、もう結論です。それは何かというと、アーリーアクセス戦略っていうのをやってるんですよ。何ですかそれは。はい、でしょうね、はい、はい、具体的な話をします、はい、実際パルワールドがやったことは2024年の1月16日にユーザーへの発表3日前、うんうん、ね、さまざまなプレイ動画、パルワールドの動画とかがもうどん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 投稿されて、うん、ライブ配信でもストリーマーや VTuber とかもう YouTuber も含めてどんどんみんな投稿しまくって、うん、もうとにかくレビューがいっぱい集まったってことだと思います。発売前に、これをゲーム業界でよくやれるんだけど、アーリーアクセス戦略っていうのは、うん、発売前にプレイをさせることなの。そもそも正式版リリースの前に一部ユーザーを先行して提供するって方式なの、うん、映画とかでもあるでしょ、先行試写会みたいな。あ、そっか、ありますね。実際の本編の前に提供するっていうのを覚えてもらうとめちゃくちゃいいと思うんだけども、うん、この手法のいいところっていうのは、今開発してる商品やサービスを先行して、うんうん、特定のファンとかリスナーや、あるいは興味を持ってる人に、はい、発売前ですよという限定性を持たせることに意味がある。なるほど。誰よりも先にそれをプレイして、誰よりも先に映画だったら見て、うんうん、誰かに発信したいという自己重要感を使ったマーケティングなの。この方法って昔からある手法だし、うんうん、広くねゲーム業界とか、まあ、映画業界とかで知られてるんだけど、一般企業とか一般のビジネスをやってる人になると思った以上に使われてないんだよ。確かにそうです、ね、このチャンネルでも、まあ、近い言葉で言うとモニター戦略っていうので、はいはい、まず一回テストさせましょうお客様にってことを何度も何度も、まあ、言ってるわけなので、うんうん、発売前にテストをさせる、発売前にやらせるっていうのが結構重要なの、うんうん、限定でってやつがとても大切。なるほど。まあゲーム業界においてはね、このアーリーアクセス戦略ってパルワールドの前に大きく当たったのがちなみにマインクラフトね。マインクラフトもそう。マインクラフトさんね、まあ、マインクラフト知らない方はぜひ調べてください。結構すごい大ブームになったゲームですけども、このマインクラフトがものすごくこのアーリーアクセス戦略がうまくいって大ヒットさせて、その後これいいじゃんって言ってアーリーアクセス戦略を使うゲーム会社がめちゃくちゃ増えたの。うんうん。なんだけど、このアーリーアクセスって本来の意図としては、はい、発売前にテストをさして、うん、バグの発見とかユーザーの意見を吸い上げて改善していくっていうのが目的なの、うんうん、昔から知られてたって言ったじゃん。本来の目的は、うん、バグとかを発見させるってことがまず目的なの。違ったんですね、目的は。先にテストしてくださいと、うんうん、でそれでバグとかあったり直してほしいものがあったら言ってくださいっていう、そういった意図でやるのよ。なんかベータ版みたいな、まあ、ベータ版テストやね、うんうん。通常だとアーリーアクセス戦略っていうのは1年間ぐらい行われる。1年間ぐらいベータテストを行って、はい、その後に正式版がリリースされるっていうのが主軸なんだけど、うん、これから言う話がパルワールドが徹底的に違った方法、うん、何がすごかったかというと、うん、パルワールドは
このアーリーアクセス版のリリース時点で、100種類以上のモンスター、350種類以上のアイテム、70種類以上の建築物が実装済み。さらに正式リリースまでに新しいコンテンツも追加される予定になっていたと。簡単に言えば、すでにこのベータテストというところでもうすでにベータテストじゃなく完成完璧に近い最強のコンテンツを打ち出したことが要因であったと。普通こういったさアリアクセスってまあバグも多いし、どうせ大したものないんだろってみんな思うわけよ。期待値がすごい低いの。全然期待値がもうないという状態でやったら思った以上にヤバかった。なんだこれは、どういうこと。俺ポケモンのパクリだと思っていたけどポケモンよりさらに面白いじゃんってことが広がった。なるほど。期待値のマーケティングですね。このチャンネルでもたびたび言ってますけども、基本的にコンテンツが爆発的なヒットを迎える理由として期待値を上回るってことがすごく重要なんですよと、この辺の手法としてすごくうまい、まあ自分が尊敬、まあリスペクトしているマーケッターでいうと、まあ、新海誠さんとか宮崎駿さんだよね。あ、その方々もそうなんですね。一般的にはまあ、アニメのね、まあ、監督だみたいなイメージがあるけども、まあ、個人的に言うとどう考えてもマーケッターだけどね。もう特に新海誠さんとかのマーケティング戦略とか見てると、横転の戦略とか打ち出し方の戦略とか期待値コントロールとかめちゃくちゃうまいし、君の名はなんかの戦略の時ちょっと震えたけどね、あれはね、君の名はすごい大ヒットしたじゃん、そもそも君の名は2つのストーリーラインがあると思う、見たことのある方分かると思いますが、前編は男女が入れ替わりましたと、で後編全くストーリーが違う、2つのストーリーベクトルがあるんだよ、CM とかではこの後半の2つ目の急展開が起こるストーリーは一切語られてない。見ている人たちっていうのはあくまでこれって男性と女性が入れ替わったそういったアニメなんだなっていう視点で見るの。だけども見ると期待を裏切られるパターンじゃん。まあ見たことがない方ぜひ見ていただきたいんですけども、そうすると思ったものと違ったのが自分の期待値を上回ってよかったと、これが全てのプロダクト商品が大ヒットする起点となると。期待値コントロールって本当にすごく重要で、今回もパルワール使いましたと、結局何が起きたかというと、この要因によってそもそも発売から1ヶ月半前の段階でも Steam 上で100万ウィッシュリストっていうのを突破してる、ウィッシュリストっていうのはブックマークみたいな感じ、あ、お気に入りとかそういう感じ。そうだね、そこにウィッシュリストに登録すると情報とか送ってくれるので、今言ってる話もかなり重要なんだ、発売はされる前の段階で興味があるっていう人のリストイコール見込み客リストを集めていたと。なるほど。ここまでの話でちょっと皆さんに知っていただきたいこととして、これかなり重要な概念になるんですけども、今回のバルワールドっていうのは一気に爆発してヒットしましたと、そういったプロモーションを行うときに、まあ、どういう発想をするのかっていうのを皆さんシェアしたいんですけど、商品が販売することを我々マーケッターの世界ではローンチっていうんですね。商品販売、商品販売の前にやることをプレローンチっていうの。プレローンチで、プレローンチって何ですかっていうと、簡単に言いますね、見込み客の確保と覚えておいてください。見込み客を確保する。そう、めちゃくちゃ簡単に言うと、いきなり商品を販売するなと、大ヒットさせたければそもそもそこに興味を持ってる人のリストを集めろっていうのがこれプレローンチって考えます。なるほど。興味を持ったリストをたくさん集めていって、その上で勝負をかけなさい。そしたら当たるじゃんっていう、すっげえ当たり前の話なんだけど、興味を持った人集めないで勝負をする人があまりにも多いと。ここでリストって話をしてるんだけども、このリストっていうのはね、まあ例えば皆さんの中では、え、リストってメールアドレスを集めるんですか、電話番号とか、あと LINE とか集めるんですかって言うんだけど、それだけじゃなくて、例えば SNS があるんだったらフォローさせるっていうのもそうだし、今みたいなウィッシュリストブックマークに入れさせるっていうのもそうだし、アンケートを書かせるっていうのもそうだ。アンケートについてのマーケティングはちなみに概要欄の方でありますので、よかったらそのアンケート詳しくね、皆さん見てください。とにかく興味がありますと手を挙げる人を何人集めるかっていうのが重要な。一つ覚えてもらいたいのが、いきなり商品を販売するとか、いきなり商品販売数を目標にしたり KPI にするんじゃなくて、一気に商品を売りたいんだったら、このプレローンチを一つの KPI にするのが本来は正しい。興味を持ってる人のリストを集めて、それをどれだけ増やしていくかを目標にしなさいってことね。そこがたまれば勝てるじゃんって話。確かにそうですね。
シンプルだけどすごい強烈なマーケティングなんです、うん、今まで話してくださった内容はなんとなく分かったんですけども、うん、あの発売前にそこまで興味を持ってもらえたこの要因とか理由って、はい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 、まあ、つまりプレローンチがうまくいった理由ね。そうです、そうです。どんだけみんなウィッシュリストに入れまくって、うん、はいはいはい、なんでそんなに注目されたのと。そうです、そうです。そもそも興味持ってもらう人が増えればね売れるんだけど、興味を持つ起爆剤がまたあるわけです。最後の戦略、パルワールドのマーケティング戦略その3、炎上マーケティングですね。炎上マーケティング出てきました。炎上マーケティング、はい、炎上マーケティングの話を聞くと、うん、大抵の人がね、いやもう炎上って名を聞くだけで私怖いわって多分なると思う、うんうんうん、でマーケティング的にはあえて非難とか批判を浴びるような広告やマーケティング手法を使うことで注目度とか話題性を高めて、そして売り上げを増やすって商法なんで、うん、当然ながらメリットとデメリットがありますね、うんうん、メリットとしてはもう非常にシンプルで、はい、注目を集めやすいと、はいはい、まあ、販売促進になると、うんうん、まあ、ある意味ブランディング効果が行われると、うんうん、2番目デメリットね、これ分かりやすいですね。デメリットは皆さん分かると思いますが、信頼性の低下だったりとか、うんうん、ブランドはできたかもしれないけど、はい、ブランドイメージの損失があるとか、はい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 、反感を買うとか、うん、いや法的な問題がありますよみたいな。確かに炎上マーケティングっていうのは上級マーケティングとも言われる。実際じゃあ炎上マーケティングをどうやって仕掛けていくんですかとか、はい、もし炎上が怖いとかっていうんだったら、うん、この炎上マーケティングのことだけを解説した動画がですね、過去にも撮りましたんで、よかったら概要欄から炎上マーケティングのを見てください。これ結構ね、よくわかると思います。パルワールドの話に戻すんだけど、もうこのパルワールドってのはもうリリース前から、ポケモンに似ている、ゼルダに似ているってことで SNS で話題になってた。まあ、簡単に言うと炎上してたの。そもそも論なんだけど、ポケモンと尋常ではないぐらい似てるという事実自体が、マーケティングでも炎上を起こしてすごい大きな効果を生んでた。なるほど。さっきもめちゃめちゃ似てましたもんね。いや、もう画像からそうだし、いや、モンスターボールみたいなのあるやん、みたいな。どういうことみたいな。ただ悪評は無名に勝るっていう言葉があるけども、はい、どんな優れた作品でも、うん、その存在を周知されなければ売り上げなんか見込めないよって話。確かにそうですね。みんなこのパクリはなんやと思って実際やったらめちゃくちゃ面白かったと。ここまでの話をまとめると、期待値コントロールかける完璧なアーリーアクセス戦略によって、はい、絶対パクリなんか面白いわけがないと思っていてやったらすげえなんか面白かった、はい、もうしかも私たち先行予約でできてるし、これはみんなに伝えた方がいいってことで一気に爆発的に広まった。なるほど。パルワールドっておそらくこの動画を見てる皆さんも、まあ実際やってる人はってなると意外とそう多くないと思うよね、うんうん、特にこの日本では、うんうん、なぜかというとパルワールドのプレイヤーの多くが海外プレイヤーなの。参加者の 36.4% が中国、うんうん、で続いてアメリカが 21.4%、 その次にドイツが 6.0%、 じゃあパクリ元のポケモンのね、この本拠地で我々日本ではプレイヤーが 2.5% しかいないと、うん、一番人気の中国ってのはこのパルワールドのモンスター。ちなみにパルワールドのモンスターのことはパルって言うんだけど、はい、パルの労働環境をもうパルもうめっちゃ働かせられるから、その労働環境を中国の社会問題にもう合わせてパル地獄層とかパル憲法とかっていうことがめっちゃバズったの。2番目のアメリカでは銃を持ったポケモンみたいな感じで言われて、さらには友達を食べるゲームみたいな、うん、ポケモンは友達じゃんみたいな意味だ、はい、パルワールドってあのもうモンスター食えるからもう友達を食べるゲームみたいな感じでバズってると、はい、自分たちでパルを捕まえて過酷な労働させて、しかも食べることもできるって、もう倫理観どうなってんのこれみたいな、うんうん、すげえの出てきたなっていうことで、さらに炎上して拡散していったということなんだ、はい、ちょっと質問なんですけど、はい、さっきあの中国人だったりとかアメリカの方がよくやられてるとおっしゃってて、うん、あの日本人が少ないとおっしゃってたんですけども、それってどうしてですか？いや、もうこれ単純にこのゲーム自体の配信が、まあ、Steam って言って PC 向けと Xbox 向けに、はいはい、まあ、Xbox のプラットフォームにしてるんでね、うんうんうん、日本人って、まあ、Xbox とかあと PC ゲームやる人少ないのよ全体的に、はははは、まあ、スイッチじゃん今、スイッチとか、ね、プレステ5とか、はい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 、まあ、それが原因の一つなんじゃないのかなとは言われてるけども、うん、ただパルワードを運営している株式会社ポケットペアっていうとこ自体が、うん、そもそも展開を海外に置いてるってのは結構強いと思う。へー。クラフトピアっていうゲームもすごいヒットしたんだけども、2年以上前から Steam を中心にプロモーションずっと行ってるから、はいはいはい、Steam を使ってるのは海外プレイヤーがすごく多くて、うん、だから結果として海外が中心でバズったってことだ。使ってるゲーム機の問題っていうのもそうだし、もう対象者が日本人よりも海外を中心に当てていたっていうところで、まあマーケティング的にはもう海外市場を最初から狙っていたっていう話になる。うん、この発想って
この地域ごとのマーケティングの話になるから、はい、例えば地方で当たってるものを東京に持ってきたら当たるし、うん、東京で流行ってるものを海外に持ってったら当たると、その逆もあるでしょ、うん、ですね。別の場所で流行っているものを他の場所に移していくっていうのは、これマーケティングで非常に有益な方法。あ、日本から海外だけじゃなくて日本の中の地域でもってことですか。そう、どっちでも使える。で、かつ今回こういうゲームとか、まあ、ポケモンのパクリだと言われてるけども、日本のアニメーションキャラクターとか、そもそもキャラクター自体がみんな好きなの、海外では。はいはいはい、だったら市場がでかいところに行った方がいいよねってことで海外に向けて展開したんだと。ちょっとまた質問したいんですけれども、うん、炎上マーケティングの話されて、はいはい、でその理屈だったりやり方も分かったんですけれども、なんかその他のパルワールド以外のこうなんか実例とかってあったりするんですか。ああ、もうそれいっぱいあるよね、炎上マーケティングはね、うん、とルーマニアのチョコレート菓子のロムってやつが結構有名。チョコレート菓子のロムって1989年以来ずっとパッケージに国旗をモチーフとしたデザインを使ってたの、うん、ずっと国民に愛されてたんだけど、結局若者から見るとダサいお菓子だよねみたいなの言われたんだよ、うん、ルーマニアの若者が考えるクールな代名詞とかかっこいいって言うとやっぱアメリカブランドになってる、はいはいはい、まあ日本人でもそうでしょ、ね、かっこいいって言うとやっぱアメリカだよねっていう風潮あったりするじゃん、うん、認識をうまく使って国民の愛国心をあえて煽るって炎上マーケティングを仕掛けたの。プロモーションとしては2つの段階に分けてやってんだよ、うんうん、まずプロモーションの第1段階としてこの ロムのパッケージデザイン、当時はルーマニア国旗があったんだけど、はい、アメリカの国旗をモチーフにしたデザインに変えたっていうこと。はい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 、アメリカのデザインをモチーフにして大胆にパッケージを変えて、テレビ CM とか、うんうん、もう街頭キャンペーンとか、もうウェブサイトガンガン使って告知を行ったと、うんうん、そうすると何が起きたか、はい、いやこれもともとルーマニアの国旗使ってたパッケージですよね、はいはいはい、なんでアメリカに変えるんですかっていうふうに、うん、愛国心に火つけられて、はいはい、非難が殺到したんだよ。そうですし、ふざけんじゃないと、うんうん、バッと炎上したところで、はいはいはい、でこれはもうすでに想定通りだったと。あ、もう考えてたんですね。いや、もうそもそも炎上するだろう。はい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 。で、炎上マーケティングの重要なことって一体何かというと、うん、炎上を想定して、その後に第二プロモーションを考えるって考え方が違う。ほう。意図しない炎上はちょっと別として、うん、炎上マーケティングをやることは、通常二つのプロモーション戦略を考える。一つ目が、炎上させるまで。はいはいはい。で、二つ目が、炎上したその先のマーケティング。はぁ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 。じゃあ今回のロムは何やったのかっていうと、プロモーションの第2段階として一晩でパッケージデザインを元のルーマニアの国旗のデザインに戻しましたと。でそしてじゃあアメリカの国旗のデザインに変更したのはジョークでしたと。ほうほうほう。でテレビ CM とかウェブサイトで伝えるんだけど、その時に言ったのが、今回やったプロモーションっていうのはルーマニア人の愛国心の再発見、そしてみんなで、まあ、愛国心があったことを喜びましょうよっていうふうに市民に呼びかけたの。だからもう炎上すること分かった上で、やった理由を考えていたっていうのがじゃない。レトリック質問みたいですね。ああ、そうだね。急にすごい専門用語使うようになったらどうした？すいません、ちょっと。ね。ちなみに、レトリック質問っていうのはお客様が考えてることを先に言うことですね。さすがに相方だから、ちゃんと学んでいると。ちょっと言ってみて。本当にこれ結構重要で、うん、炎上マーケティングの2段階目っていうのは、うん、それを仕掛けた理由を先に用意しておくってことなんですよね。なるほど。ここをみんな分かってないと、うんうん、炎上マーケティングって失敗するし、炎上ってただ怖いよねってのはみんなを怒らせてて、その怒らした背景には理由がある、うんうんうん、かなりハイレベルのマーケティングなんだけど、これができるとものすごい大ヒットする。結果としてさっきのロムっていうのは、はい、67% のルーマニア国民に届いたの。まずそのキャンペーン自体すごい。ロムの Facebook はもう4日間で2万人増えてる、うんうん、で6日間で従来より 300% 増加で、ブランド指数っていう、まあ、ブランド、まあ、ブランディングを測る指数があるんだけど、それ 124% 増加で、同じ市場で圧倒的な 20% ものシェアを獲得するっていう風に、うんうん、一気にキャンペーン大成功に導いたと。なるほど。さっきのお話ですごく勉強になったんですけれども、はい、やっぱり炎上って怖いなって思うんですけど、はい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 、いやもう過去動画見直せ概要欄ありますんで、はい、概要欄みんなもチェックしてほしいんですけど、まあ、炎上は確かにね、これ難しいマーケティングなんだけど、2つ目の第2段階目のプロモーションがすごく重要で、意図しないで炎上が起きた場合も、はい、2つ目の理由がちゃんとあるとか、ほうほうほう、もう対策がちゃんと作られてるってことがあれば、やっぱ炎上っていうのはうまく沈下する。まあ、例として言うと、意図しない炎上で、そうだな、まあ、記憶に残ってるので言うと、スープストック東京。
スープストック東京。スープストック東京って、まあ、スープのお店ね、はいはい、簡単に言えば、はい、うんうんうん。この例ってすごい分かりやすくて、まあ、特に企業が間違ったことしてないけど批判されて、意図しないで炎上したっていうケースなの。うんうん、ただ、ここのスープストック東京の対応がめちゃくちゃ秀逸だったってことで話題になった。ほうほうほう。実際に起こったこととして言うと、スープストック東京が離乳食の無料提供を発表したの。お子様がいたったら、お客離乳食を提供するっていうことですか。子育て世代を応援しようという画期的な試みってことでやったんだけど、ツイッターで批判の声が殺到したの。うんうん、無料でやってくれくれなママと子供の帰省で地獄絵図になりそうとか、狭い店内にベビーカーで無理に特攻する親が続出するよねとか、そういうことでめちゃくちゃ炎上したんだけど、そこでこの騒動を受けてスープストック東京がすぐに声明発表したの。それがこちらになります。読んでいただいて分かったと思うんですけど、この発表が最も素晴らしいと思うのが、安易に謝罪してないと、うん、と同時に批判してるような人たち、はい、そういった人たちも切り捨ててないというか、その人たちに対しても言ってないと、うんうん、あの批判してる人に対して何かまたアプローチをすると、怒りに対してまた火に油を注ぐみたいな感じなんだよ、うんうんうん、だから謝罪もしないけど君たちのことも否定はしないよっていう風な、あくまで中立の姿勢っていうのを見せることによって最高の対応だってことですぐに鎮火したと。なんだったら絶賛されるってことが、広報の、まあ、文章のね作り方がすごい上手いですね。発表の仕方がめちゃくちゃ上手いですね。まあ、ちなみにこのあたりの概念も過去に炎上論で散々語ってるんで、一回ちゃんと学びたい方は概要欄から炎上マーケティング論を見ていただければと本当に思います。炎上ってパフォーマンスとしてはすごい最高なんだけど、難易度が同時にものすごく高いマーケティングになるから、まあ、モルハの剣だけど最強の剣でもあると、まあ、いうことは言えるの、うん、パワーマーケティングなんだ、うん、ただ炎上マーケティングってやっぱみんな自分には関係ないと思ってるから、うんうんうん、まあ、対策もあるし、はい、手法としてもある程度確立されてるんで、まあ、今回の話が興味あるって方は概要欄からチェックしていただいたらいいのかなと。何回概要欄誘導してんだっていうぐらいこの炎上マーケティングの話って、過去一人気がなかった動画だけど、まあ実は結構使えると。はい、ということで今回のまとめに入っていきたいと思います。パルワールドがどうしてヒットしたのかって話だったんですけど、皆さんの中で使いやすかったものとしてはですね、 TTP、 その中でも要因分析ね、要因をうまく横転させる、真似するっていうのと、アーリーアクセス戦略は非常に使いやすいと思ってますね。知識としてはあっても使ってない人いるから、もう本命商品を出す前に先にやらせて、その本命商品を出すときはお客様の期待以上のものを出すっていうことをやれば、基本的に商品はバカ売れする、ヒットするっていう手法、まあアーリーアクセス戦略っていうのはぜひ皆さんもですねやっていただきたいなというふうに思います。今回の動画が良かったなと思う方はですね、チャンネル登録と高評価、そしてシェアの方をよろしくお願いします。あと概要欄の方からですね、 LINE 登録していただけるとですね、マーケティングのガイドブック100ページに及ぶようなですね、ガイドブックもプレゼントしておりますので、かなり勉強になるんじゃないのかなというのを思います。それではですね、次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。今日もどうもありがとうございました。はいはい、あのパルワールドすごい大ヒットしたあのゲームから、なんかこう中小企業にも使えるような、まあそうね、結構使えるマーケティングあったと思うけどね、はい、うん、なんかすごい勉強にもなりましたし、復習にもなって面白かったなと思いました。途中なんですけども、新海誠さんのお話をされてたと思うんですけど、そこ行く、はい、うん、新海誠さんがマーケターとしてなんかのすごいとおっしゃったと思うんですけど、どういう風にすごかったのかな。マーケターとしてすごいと思ってて、やっぱ作品の作りとかが当てにいってるっていう感じがすごくするよ、うんうん、へー。特にね、新海誠さんの作品ってあれば分析してみると続きは分かりやすいんだけど、だいたい3つの要素入ってるの、うんうんうん、君の名もそうだし、電気の子もそうだし、スズメの戸締まり、パターンとしては3つあって、1つが必ず死生観が入ってるの。あ、生き死、まあ、生きるか死ぬかっていう死生観、はいはいはい、死生観が入ってるコンテンツ当たりやすいんで、うんうん、2つ目がこの、まあ、神道っていうか現代版神様、うん、現代の問題と神をめちゃくっつけてるから、うんうん、宮崎駿さんとかでも、うん、隣のトトロとかもそうだ、どこか神様感がある。まあ、はいはいはい、千と千尋の神隠しもそうでしょ。もうまんまです。日本人は基本的にもう
宗教とか無宗教ですって言ってても神は信じるんで、その代表例がお年玉だから、うん、初詣とお年玉行くじゃん、はあ、ですね。商売人だったらさ、はい、もうその商売の神様とかもそうだし、まあ、神棚とかもね、未だに飾ってる方も非常に多いし、はいはいはい、っていう風に現代の問題と神様をくっつけるっていうのは結構王道のマーケティングだと思って、特にエンターテインメントにおいてます。そうすると潜在そんなマッソを取れるのよ、ね、はあ、なるほど。アメリカの若い人たちってキリストはもう信じてないと言っても、じゃあキリストの絵が描かれた踏み絵できますかって言ってやっぱ踏めませんみたいな、うん、若い世代でもう無宗教だとか神信じてないって言っても、うん、すっごい根強いものだから、まあ、宗教感を入れるっていうのはまあ手法としては使いやすいよね。自分だったら多分次の作品とか、例えばつくも神とかね、スマートフォンの神様とかね、あ、はい、新海さんがほぼ出してるのが、まあ、現代の社会問題必ず入れるでしょ。現代の社会問題、それこそ今回がスズメの戸締まりの地震でしたみたいな形で、はいはいはい、世の中の問題、特にこの天災とか人間が上がられないものを入れてるのね。天気の子だったら雨でしょ、その前水星じゃん、確かに。じゃあ次は何って話になるんだよ。環境問題とかが入ってくると、じゃあ例えば干ばつとかさ、はあはあ、食糧難とかさ、津波とかさ、竜巻とか台風とか、はいはい、まあ日本人が影響を受けやすいこの環境問題必ず入れてんじゃないかなと。次の作品とかもそういうの入ってんじゃない、多分。3つ目が、大体男女の恋愛っていうのを、まあ、使ってるから。そうですね、男女の恋愛か、あとは家族ものっていうのが、やっぱまあエンターテインメントの王道でしょうね。うん、自分がやるんだって、やっぱ17歳ぐらいの人はやっぱ主人公するけどね。17歳ぐらい、まあこれやっぱレミセンスバンプっていうマーケティングの戦略入ってるね。レミセンスバンプっていうのは、はい、10代から30代の間、特に青春時代の17歳ぐらい前後の記憶がものすごくその後も残り続けるっていう、まあ、多分これを見てるみんなもあると思うよ、うんうん、その高校時代に聴いた曲ずっと覚えてますみたいな、あー確かに、懐かしの曲みたいな。年代にもよると思うけど、特に高校時代カラオケとかで歌いましたっていうのが未だにずっと記憶に残ってるよっていう、うんうん、で特にこれが60代以上とかになってくると、特にこの青春時代を思い出しやすくなるっていうのがやっぱある。17歳前後ぐらいの青春時代真っ盛りの主人公を使うと共感めっちゃ安いのよ、はあ、ヒットの要因っていうのが最初から入っていて、はい、これにじゃあどういったストーリーベクトルを作るかって話なんだけど、まあ、この話をすると多分これアフターシーン終わんないから今言った3つは基本ぶち込んでるね。新海さんが自分の作品っていうのはもうパターンがあって、それを何度も繰り返すってことをインタビューで言ってるから、まあ、当分ヒットするんじゃない。まあ、そういった意味でマーケットだなって言ってます。そういえば、あの、転生物も死生観入ってましたよね。そうね、まあ、死生観、まあ、転生物も死生観も入ってるし、当たるよね、うん、あれね。しかも大体やっぱ主人公17歳前後多いしね。うん、あですね。魔法物とかもある意味、神道とか繋がってくる話だから、まあ、あれ分かりやすいよ、ね。はい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 。そしたら僕考えました。はいはい。トイミンが転生したらゴブリンだったはどうでしょう。